岩門関と陳編祠岩門関は別名を西関と言い、中国山西省の北部、大県の西北、岩門山中にある古来の関所である。北方の異民族の侵入に対する中国側の防衛拠点であり、数多くの戦いが繰り広げられてきた。2001年に全国重点文物保護単位に指定された。岩門関のある岩門山は東西の峰が対峙している様が門のようであり、そこを渡りの途上の狩りが飛び抜けていくことから岩門の名がある。中国の歴史を通じて岩門関は北方の異民族の南下に対する中国側の防衛拠点としての役割を担ってきた。戦国時代末期に趙の武将李牧がこの地によって匈奴の侵入を防いだのをはじめ、漢代には匈奴や鮮卑、南北朝時代から隋唐にかけては突厥や骸骨、砂田、五代から宋代にかけては契丹などの民族の中原への侵入路となり、激しい攻防戦が繰り広げられてきた。統計によれば、岩門関周辺で起きた戦いは、大小1700回を数えるとされる。岩門関は、北魏の時代には東関と西関が両家されていたが、東代より西関が岩門関と呼ばれるようになった。現代に至って岩門関は廃止されるが、明の洪武7年に吉安光陸、仲徹の手で修復され、やや東の位置に移された。以降、秋代には藁や脱炭の侵入に対する上での長城上の要衝として重視されるようになり、寧武館、扁桃館とともに、外三関と呼ばれるようになった。ありがとうございます。